どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はですね、ちょっと特別動画でございまして、ウクレレレッスン動画はレッスン動画なんですけど、シンコペーションっていうリズム、皆さん知ってますか？はい、リズムがゴーンと前に食い込むよということで、ガズレレではよくねリズムのレパートリーとして登場するんですけど、これについてですね、ちょっと新しいアイデアというか、まあちょっとこれは動画で一個しっかり解説した方がいいかなということで、今日はそれを撮っていきたいと思います。今日はねちょっとなんか中級者以上さんの動画になると思いますけれども、ウクレレ本当楽しんでね、この動画初めて見たけどウクレレってできるかな私という方、できます。ガズレレ YouTube で始めてください。概要欄にウクレレか簡単に始められるガズレレのオリジナルプログラム、URL 貼っとくんで、ぜひ始めてください。でそこでお勉強してもらってね、ここいずれここに戻ってくる時は来るかもしれません。はい、ということで今日シンコペーションの解説なんですけど、今までシンコペーションっていうとですね、この動画が分かりやすく解説されているガズレレ動画であるんですよ。シンコペーションを徹底解説動画、まずこれを見てもらいたいんですけど、まあちょっと今日おさらいしていきましょう。まずじゃあこんな感じでコードがあったとします。 C のとあと Am で、 Am のとこに矢印が入っているということなんですけど、このシンコペーションというのは大体大まかにはですね3つ、種類があるよということを言っているんですけど、まずね8ビート、まあ8ビートのチャでも8ビートでもいいんですけど、8ビートのシンコペーションっていうのは1個のパターンしかないんです。はい、これがガズレレでよく出てくるこのシンコペーションのパターンですけど、ちょっと弾いてみましょう。 C と Am、 Am でシンコペーション、ワン、ツー、8ビートのチャ、タンタンダツトンドツトンド、もう一回、タンタンダツトンドツトンド、わかります？ C、ドーンで、今のドーンっていうところで Am になったということでございます。8ビートのシンコペーション、8ビートのチャと8ビートのシンコペーションっていうのは、今みたいなタイミング1個だけなんですよ。これと、じゃあ16ビート、ちょっと16ビートに、切り替えましょうか。はい。これ16ビートになるんですけど、16ビートだと2つのですね、実はシンコペーションのやり方があるんですね。1個目のシンコペーションは、アップで変わる。ちっちゃいシンコペーションでガズが言ってるやつです。ちょっとやってみましょうか。もう一回。同じコード進行で16ビートです。16ビートをチャでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回いきます。はい。わかりました？今ゆっくりいきますよ。アップで Am に変わった。はい。ちっちゃいでしょ。テケテケテケテテステスケテケテドーンダスってテケ、このタイミングです。で、もう一個の16ビートのチャと16ビートのシンコペーションで、あるシンコペーション、大きいシンコペーションってこと、ダウンで、リズムが変わるよ、Am に変わるときに、ダウンのピッキングのときに、変わるというシンコペーションがあります。大きいシンコペーション、やっていきましょう。せーの、デンスケテケツテステスタテカドーンドンドテケ、これも同じ早かったでしょ。ダーンってダウンの時にリズムが Am がドーンとこう食い込んでくるというね。16ビートの時には2つ、ちっちゃいシンコペーション、ちっちゃいシンコペーションはアップ、大きいシンコペーションはダウンでということですね。でさっきに戻ると8ビートの時にはアップで切り替えるタイミングのシンコペーションの一種類です。でこういうことで3つのシンコペーションがあるよということをこの動画で結構濃厚に解説しているんですけど、今見ていただいたようにガズレレのね、今まで の過去のレッスン動画ってこの1つのこのパターンしか表記してなかったんですよ。で、それをですね、なんとこの間、このガズの質問に答え、ガズさんに何でも聞いてくださいね、質問回答コーナーというね、動画のシリーズあるんですけど、これぜひ見てほしいんですけど、概要欄にね、再生リスト貼っておくんですけど、その中でですね、ガズレレを楽しんでくださってる質問者の方からですね、シンコペーションがアップで切り替わるときは、上の矢印、ダウンピッキングの時に、切り替わるときは、下の矢印にしてみたらどうですかという、とんでもない、めちゃくちゃ素晴らしいアイデアをいただきましてですね、これからですね、ちょっと今後取り上げるガズレレのレッスン動画では、その表記にしていこうと思います。なんで今まで気づかなかったんだろうということですけど、確かに指摘をしていただくとですね、めちゃくちゃこれ分かりやすいなということなんですけど。ということはですね、今までかつてガズレレ動画もうほとんど2000曲か3000曲くらいレッスン動画あるんですけど、ほとんど下向きの矢印、こればっかりなんですよ。ほとんどっていうか全部これです。なんで、ちょっとね、今後ややこしいかなと思うんですけど、まあ、基本的にはその動画それぞれを見て、アップで変わったな、ダウンで変わったなとか、動画内の解説でもしっかりしているとは思うんですけれども、
そのシンコペーションの3つのシンコペーションのうちどれかをですね、見極めて、今過去の動画を見極めていただくことになると思うんですけど、これからはですね、矢印切り替えていきます。っていうことは、さっきみたいに8ビートのチャの場合は全部アップで切り替わりますから、 C と Am すると上向きの矢印になる。やっていきましょう。8ビートですよ。1 2 3 4 5、アップで切り替わったからね。はい、わかる。これいいでしょ。はい。で、じゃあ今度16ビートのシンコペーションのパターンは2つあったんで、じゃあちっちゃいシンコペーションの時はアップで変わったんで同じです。これ16ビートのチャットと今度アップで変わるんで、ちょっとこれやってみましょう。タタ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 タ。ここで登場するのが16ビートのシンコペーションのでっかいシンコペーション。ダウンで切り替わる時だけが今まで通りのこの下向きの矢印ってことになりますね。ということは、はい。なんでちょっとこれやってみましょう。せーの。ダウン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 。わかります？ダウンで言ったでしょ。だから矢印下向き。で、こういう風にちょっと、これからはシンコペーション出てくるときはガズレレッスン動画では、二つの矢印を、切り替えていきたいというふうに思いますので、今一度ご確認ください。だから、2024年の秋からですね、この矢印に変わるのは、毎回シンコペーション出てくると限らないんですけど、これでやっていきたいと思います。で、ただしですね、これストロークっていう、こう、振ってるときはね、矢印の向きわかるけれども、じゃあガズペーションとかアルペジオとかでもシンコペーションってあるんですよ。じゃあちょっとこれでやってみましょうか。アルペジオだと C と Am でしょ。これもシンコペーション、アルペジオ。これだとアップもダウンもないですよね。じゃあガズペジオだとこんな感じですね。要はストローク以外のつまびく、こう指でこうアルペジオとかガズペジオみたいなやつでもシンコペーションみたいな、その時はじゃあアップもダウンもないじゃないかということで、この真横っていうのを取り入れようと思います。だからガズペジオとアルペジオの時は、今度ただの前にリズムがドンと食い込んでいくよという矢印、真横の矢印というのも取り入れちゃおうかなと思います。ということで、なんでちょっとこれからちょっとね、2024年の9月後半以降、10月ぐらいからは、矢印の向きが3つ登場するということで、これすごいね、発見だと思います。ほんとね、このね、アイデアをくれた方、嬉しい。これで皆さん本当に助かる。シンコペーションって結構ね、やっぱりややこしい。なんかわかんないという方が多いんですけど、まあ、この矢印がね、上向きか下向きかとか、真横かっていうのがわかるだけれども、なんかヒントに、まあ、なるんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりね、こういうアイデアって本当にすごいですね。まあ、これはね、今回この動画を撮っていた時きっかけになったのは、この質問回答コーナーなんですけど、これにね、やっぱりこういうのどうですかって提案してくださるのもすごくね、いいですね。もしこういうね、素晴らしい、提案とかご意見があれば、どんどんガズレレ YouTube チャンネルも取り上げていきますんで、なんかある方、ちょっとこの動画ね、ガズに何でも聞いてみよう動画、これ、この動画 URL 概要欄に貼っておいて、この映ってるここのね、コメント欄に、そのアイデアもいただけたらというふうに思います。なんでこれからはシンコペーションのね、表現力がちょっと高まるかなということなんですけど、まあ何回も言うけど、かつて撮ってる、今まで取りためてきた2000曲ぐらいの中のやつは全部この下向きの表記になってる、左下の表記になってるんで、そこだけはちょっとね、レッスン動画の解説、全部ちょっとやり直すわけにはいかないんで、なんつうか動画の中で見て確認ね。でも最終的には動画のデモ演奏でね、まあご確認いただいて、自分の体に落とし込んでいくのがいいと思うんですけど、今回はですね、もう本当この斬新なというか、よく見ればもう最初からそれをやっとけばよかったって言われて気づいたみたいな感じ。やっぱね、日々前進、学びがありますわ、本当に。まあだけどこれでね、より皆さんに分かりやすいリズムの表記ができると思うと、ガズも嬉しいし、きっと皆さんもね、すごく嬉しいんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回はこの新しいシンコペーションの表記について、
シェアする動画を撮らせていただきました。まあ、どっちにしろシンコペーションってすごく奥が深いんで、さっきから言ったようにこのシンコペーションの濃厚解説、今ちょっと駆け足でしたけれども、こっちでもね、練習してみてもらいたいなと思います。あと、3分レッスン動画っていうのもあるんですよ。知ってますか？ガズさん、3分リズムトレーニング。これでもね、めちゃくちゃね、シンコペーションとかいろんなリズムでやってるんで、これもちょっとこれ概要欄に再生リスト貼っとくんでね、3分、もうずっと同じリズムを練習するというね、そういうこれ習慣にするとめちゃくちゃいい動画のシリーズになってますよ。よろしくお願いします。さあ、そんなこんなでもうめちゃめちゃ楽しんでいきましょう、ウクレレ。ただいま大好評にて、Gラボガズレレのウクレレたち、販売予約受付中でございます。最強最高の素晴らしいウクレレ、皆さん、一生ものです。育てて、どんどん弾けば弾くほどいい音になってくる素晴らしいウクレレ、ぜひゲッチュしてください。概要欄に詳細貼っておきます。はい、そして、ソングブックシリーズ含めこのガズレレの本たち20万部突破ということで、全国でガズレレフェア開催中、フェアをやってる店で、ガズレレ本ゲットしてくださった方には、漏れなく全員にミニノートブックと、ウクレレが当たるよというね、フェアをやってます。で、Amazon 版も、今だったらですね、リッドミュージックから出てる、楽譜本を、Amazon で買ったらね、普段の通常ポイントプラス 15% アップというですね、すごいことになっています。今チャンスですから、ガズレレ本をまだね、持ってない本があるよという方は、ぜひね、どちらかでゲットしてもらってください。どんどん書き込んでね、世界の一冊の本にしていってくださいね、と。はい、そして、11月11日、ガズレレの日のイベント、こっちも見逃せません。名古屋で初開催、11月11日、今年は月曜日なんですけどですね、これはもう盛り上がりますよ。ちょっとチケット残りわずかとなってますんで、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、今日の動画はなかなかいい動画になったと思います。皆さんも面白いアイデアあったら、どんどん、アイデアくださいね。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。